ドラえもんコミックスは面白いね。ドラえもんの不思議な秘密道具、個性豊かな街の人々、少し不思議なドタバタコメディ、僕もいつかドラえもんの世界に行ってみたいもんだよ。いや、それはおすすめしないぞ。え、どうして？確かに大冒険とかで危険な目にあったり、道具に振り回されることも多いけど、それ以上に不思議で愉快な毎日が、それは甘いドレイム。よ、確かに日常の中で楽しい日々が繰り広げられるドラえもんの世界だが、実はその裏で、多くの犯罪者がはびこるとても危険な街なのはご存知だろうか。というわけで今回は、のび太の街は超危険、街にはびこる犯罪者の影に迫る、だ。というわけで今回は、のび太の街にはびこる悪人、犯罪者を紹介していこう。まず大前提として、作中では回数の多い、しずかちゃんのお風呂覗き、ジャイアンの暴力など、数えるとキリがないもの、あと別の星での犯罪、タイムマシンなど別時代の犯罪、時間犯罪者など、これらはまた別の動画で紹介するので今回は割愛させていただくぜ。了解だよ。今回は犯罪の種類や、犯罪の重さである程度分けて紹介することにするよ。まずは、割と軽犯罪のものから、外状恐喝罪、コミックス五巻黒帯ののび太、作中終盤、のび太が空き地にいると、やい、小遣いよこせ。なかったら、家へ取りに行け。と、不良学生にジャイアンとスネ夫が恐喝されており、金銭を要求、恐喝されていた。だが、のび太はドラえもんに借りた、ブラックベルトのおかげで、不良学生を投げ飛ばし、犯罪は恐喝未遂に終わるのである。昭和とかで見る典型的な不良だね。うむ、他にも同じような話があってだな。コミックス22巻、カチカチカメラでも。と、ジャイアンとスネ夫はまた不良に絡まれてしまい、またもや金銭を要求されてしまう。だが、こちらものび太がドラえもんの道具で投げ飛ばしており、あえなく御用となってしまうのだ。やたら不良が多いんだね。うむ、コミックスが描かれた時代背景っていうのもあるしな。ちなみにここで投げ飛ばされた不良学生、スタンドバイミーツードラえもんで因縁つけてきたやつなんだぜ。あ、確かに、こんな顔だったかも。もう一人いたような気がするけど、正直顔忘れてしまったぜ。という感じに、不良学生がカッポする街だが、それはのび太の街、月見大好きが原だけにとどまらない。藤子 F 不二雄大全集二巻、誕生では、俺は、嫌われよ三郎。隣町の中学生だ。と自己紹介しつつ、暴力によって小学生を子分にしたり、藤子 F 不二雄大全集六巻、チークフリートでも。どうだ、参った。聞いたか、今日から俺がお前たちのボスだ。みんな俺の言うことに逆らうなよ。隣町の子なんだ。こっちの町まで荒らし回るつもりなのね。心配だわ。と、こちらでも隣町からの資格が、コミックスプラス2巻、殴られたってへっちゃら台でも。俺は、ゲンゴロウ。ゲンコツゲンゴロウだ。え、あの有名なゲンゴロウ。さん、隣町のすごい暴れん坊なんだ。と、作中では何度も不良学生やガキ大将が襲来しており、子供たちは常に不良に怯える日々を過ごしているのだ。隣町から来すぎ、他の町の不良に囲まれてるのかな？うむ、これとは少し違うけども、実際のび太が町に出かけると、コミックス35巻ドラえもんに休日を。では、悪ガキに案の定絡まれており、スネ夫とジャイアンが共闘する熱いシーンがあるのだが、そんな感じに、どこの学生もやたらと気性が荒いのである。目が合ったら戦うどっかの歌舞伎町のゲームかな、という感じに、多くの不良学生が登場しているが、今回の特集は悪人、これはまだまだ可愛い方なのだ。なので次に行こう。外情不法投棄、コミックス7巻、タヌキでは、通行人の投げたタバコがのび太の背中にホールインワン。タバコのポイ捨てによって、のび太は背中に火傷を負う羽目になったのだ。これは割とシャレにならないね。コミックス33巻、大人を叱る腕章では、のび太が珍しく家の前を掃除していると、またもやマナーの悪い大人がタバコをポイ捨て、のび太がこれに一言物申すと、子供のくせに、大人に注意するのか。生意気だ、子供のくせに。と、明らかに逆ギレしている。作中では、他にも多くの悪人が登場しており、割り込みを注意した学生は、柄の悪い大人に絡まれており、顔を貸してもらおう。と、明らかに暴力を働こうとしていたり、帰ってはいけない芝生で休憩する大人のカップル、捨ててはいけない場所にゴミを捨てる主婦など、マナーの悪い大人が多く参見しているのだ。さっきまでは子供や学生の不良行為だったけど、大人も形を変えて悪人が多いんだね。うむ、だがここまで紹介したのは、あくまで逮捕には至らないけど、歩道、もしくは罰金程度で済む軽犯罪だ。タバコの火傷は危なかったけどね。でもここからはもう少し重い犯罪だ。みんなは真似しちゃいけないよ。それでは行ってみよう。お願いします。まずは作中でも多く登場する、アキス、泥棒だ。外情窃盗罪、コミックス一巻、お世辞口紅では、
口に塗ると、相手をおだてることができる、お世辞口紅。のび太はこれを犬相手におだててあげると、なぜか物陰に隠れていた泥棒が登場し、盗んできたものをあげるというのだ。それ以上に投げ捨てた包丁に狂気を感じるよ。狂気だけに。コミックス2巻、階段ランプでは、平安の家で、四谷階段、お岩さんの話をするのび太。すると実際に、お勝手の方からお皿を数える声が、まさか本当にお岩さんが、ところがどっこい、そこには豪だけに空き巣に入った泥棒が、だが、空き巣と思っていたのは泥棒だけで、部屋にいたのび太たちに驚いてしまった泥棒、包丁を振り回しながら、遠方に見える警官の姿、この先は描かれていないが、あえなく御用という感じだろうか。豪だけに空き巣ってどんだけセンスないんだ。コミックス4巻、アベコンベでは、変わったものがアベコベになる、アベコンベ。この道具でドラえもんが街中を触れてしまった結果、最後のコマで、警官が泥棒に追いかけられる演出が入っている。日常的に泥棒がいるのね。コミックス25巻、明日の新聞では、新聞日付変更ポストという道具で、明日の新聞が読めるようになったはいいものの、明日の新聞に、のび家のお隣に空き巣が入るという記事が載っていたのだ。まあ結局、のび太とドラえもんの見張りによって、空き巣が入られることなく、未遂に終わるのだが、もちろん未遂なので、この犯人は今も街に潜伏することに。遅かれ早かれまたどこかに空き巣に入りそうね。まあ、あの空き巣はもう現れないが、のび家には何度も空き巣に入られているけどな。なんと、コミックス41巻、のび家は30階では、高層マンションかエレベーターによって、地上30階の高さまで浮くのび家。すると突然上から物音が、2階に誰かが、誰かって、誰が、泥棒。と、のび太の部屋には空き巣が、空き巣は急いでのび太の部屋の窓から飛び降りるのだが、ここは地上30階、危機一髪でドラえもんがつけたパラシュートで助かるのだが、この泥棒も捕まることはなく、のに解き放たれるのだ。また一人悪人がのに、コミックス44巻、宅配キャップでは、何するグラスという、これから何をするのか未来予想できる道具で、のび太は道行くおじさんを覗いてみると、わぁ。と、まさにこれから空き巣に入る直前だったのだ。なので、ドラえもんは、宅配キャップという道具を泥棒に渡し、実際空き巣に入った泥棒も、道具の効果のせいで全て配達員のように、お届け物を届ける人となってしまうのだ。だがこの空き巣は根性もすごかった。盗んだ盗品を手に、他の人の家まで物色したり、空き巣に二度失敗しても、その帰り道でまた盗みを働くという、とてつもないまでに肝の据わった空き巣だったのだ。一日三回泥棒ってどんだけ、まあ、道具のせいでことごとく失敗しただから、結局改心する方向にはなるんだけどね。おお、今度はちゃんと改心できたのか。うむ、というわけでここからは人数も多いのでさらっと泥棒さんたちを紹介していくぜ。藤子 F 不二雄大全集一巻、ロボット服の神では、ロボット服の神という笑い声を聞くと何でも親切にしたくなる秘密道具で、物陰に隠れていた泥棒が、足も盗んだばかりのこの品を、と盗品を差し出し、腕ずくでのび太に渡そうとしていた。まあ結局通りがかりの警官に泥棒は捕まってしまうのだが、なんと警官までもが取り立ての泥棒をのび太に差し出す始末だったのだ。藤子 F 不二雄大全集2巻、ロボットカーでは、壁を走ったりジャンプもできる全自動運転のロボットカー。これでドラえもんとのび太が道なき道を走っていると、ちょうど空き巣中の泥棒に遭遇、問答無用で引き逃げをしていくのであった。藤子 F 不二雄大全集4巻、手品風呂敷では、名前を呼んだだけで、何でも出てくる、手品風呂敷。これを偶然拾う通りすがりの男性が、ちょうどいい。盗んだ金庫を包もう。これで怪しまれないぞ。おまわりが来ても平気、誰か呼んだか、と、通りすがりはもちろん泥棒、あえなく御用となってしまうのだった。そして泥棒だけではなく、ひったくりも多いのだ。コミックス27巻、幸せトランプの恐怖では、いろんな事情で、汚い箱片手に走っていたのび太。なんだあいつ、と、のび太の箱をひったくっていたのだ。だが、中身は必ず不運になる秘密道具だったので、ひったくり常習犯はあえなく御用となってしまうのだった。コミックス30巻、することレンズでは、先ほどの何するレンズ同様、覗いた相手がこれから何をするかわかるレンズ。のび太はこれを使って通りすがりのおじさんを覗いてみると、身代金目的の拉致誘拐、ひったくり、空き巣強盗と、犯罪のオンパレードだったのだ。これは悪質だね。だが、ドラえもんの秘密道具、ドジバンによって、ことごとく犯罪は失敗に終わり、最後は御用。と思いきや、最後に空き巣に入った家が知り合いらしく、困窮と奥さんの病気から、犯罪を犯してしまったと身の上話をし、無事知り合いの会社に就職し、犯罪者にならなかったのである。最後は弱者が犯罪者にならなくてよかったね。辛すぎるよ。うむ、といった感じにひったくりによる犯罪を紹介したが、最後にもう少し重い犯罪の種類として、押し売り詐欺も取り上げていくぞ。コミックス27巻、細く長い友達では、オッス、全日本押し売り組合のセールスマンだがね、何か買ってくんな。全日本押し売り組合
い。と、非常にわかりやすい悪人のセールスマンが現れ、何？いらない？買うまで帰らないぞ。と、脅迫じみた押し売りを行っていたのだが、世話焼きロープによって撃退されてしまうのだ。だが、これよりも悪質なパターンも存在するのだ。コミックス17巻、家がロボットになったでは。ごめんよ。この紐か、たわしか、ちり紙、買ってくんな。押し売りか、今留守なの。と、諸事情によりジャイアンの家で留守番をしていたのび太に、人相の悪い押し売りが現れる。と、ここまでは良かったのだが、おう、子供しかいないのか。いらないってのに、うるせえ。買わないとひどいぞ。と、もはや強盗じみた押し売りに、恐喝罪、強要罪、住居侵入罪と複数の罪状に発展してしまう。ほう、子供しかいないのか。とか言いながら、家に押し入ってくるとか実際あったら超怖いね。うむ、まあ最終的には、ハウスロボットという秘密道具で、押し売りは家から追い出されてしまうんだぜ。だが、こういったわかりやすい押し売りはまだマシなのだ。これをも超えるさらに悪質なパターンも存在するんだぜ。それは、コミックス14巻、悪の道を進めで登場する、突然現れた訪問販売員。お母様いらっしゃる、奥様ですか。今日は耳寄りな話を持ってきました。宝石なんて、とんでもない。何をおっしゃいます。奥様みたいなお綺麗な方が宝石の一つぐらい。まあ綺麗、でもやっぱり手が出ないわ。奥様にぴったりでございますよ。思い切って6割引きでいかが。まあ、6割引き。50万円のトパーズがたったの20万円、いかがです。でも、せめて10万円ぐらいなら。負けた、10万円にします。昨日月給日だったから、10万円ならあるわ。と、見事に伸びたのままはセールスマンに言いくるめられ、10万円のトパーズを買おうとしていたのだ。値段とかはともかく本人が満足してるならいいんじゃない。これのどこが悪質なの。まあ、確かにそうだな。本人が満足して、トパーズを買おうとしているだけ、ならいいんだけど、これがトパーズじゃないから問題なんだよな。あれから間もなく、おまわりさんが飛び込んできてあの人を捕まえていったわ。インチキだったのよ。お金があったらガラス玉に10万円出すとこだったわ。と、実は悪質な詐欺商品を売りつけているセールスマンで、大人であるタマコですら引っかかってしまうものだったのだ。ああ、確かにこっちの方が現実的にも金銭的にも悪質だわな。最後には警察が現行犯で逮捕してるぐらいだし、相当悪名高いセールスマンだったのかな。うむ、きっと数多くの被害届が出ていたのだろう。さっきの押し売りも同様で怖い案件ではあるが、こちらは気づけない詐欺な分、余計に悪質なんだと思うんだぜ。というわけで、これにて少し重い犯罪の紹介を終わりにするぜ。それでは次に、箸休めとして名のある犯罪者を紹介していくぞ。名のある犯罪者、なんだろ、気になる。ここまで名もなき犯罪者が多かったが、実は名前が存在する犯罪者もコミックス内では登場しているのだ。コミックス4巻、お客の顔を組み立てようでは、のび太が帰宅すると、そこには知らないおじさんが、いくら読んでも返事がないんで、とても大事な用があったもんでね、留守ならしようがないや。残念だったなと、帰っていくおじさん。実はこの時のび家に現れたのは、空き巣強盗で前科53犯、大泥棒助だったのだ。大泥棒大泥棒助は、ドラえもんの頭を石でかち割り、秘密道具を奪取、子分と共に顔を変化させたのび太を拉致監禁、罪状に傷害罪、略取誘拐罪と、逮捕監禁罪を加えることとなったのだ。モノホンの悪人だ。まあ、最終的には道具の使い方を誤り、ドラえもんによってのび太は救助されたので、この先は言うまでもないだろう。次にコミックス24巻、6面カメラ。6面カメラという、どんな物体でも6方向から捉えて写真が撮れるカメラ。のび太は新聞に載っていた空き巣犯を6面カメラで顔を割り出し、表紙に乗ってその辺の人に聞き込みをしてみると、どうしてわかった。と、またもやのび太は拉致誘拐、監禁されてしまう。よく捕まるな。この泥棒の名前は、泥棒だ。名前から泥棒になる運命しか感じないね。そうだな、のび太は6面カメラにより、表札の名前と住所を割り出したので、泥棒太はあえなく御用。きっちり捕まってよかったよ。そして最後にこの人、ドラえもんで一番有名な前科者だろう。大長編17巻、ドラえもんのび太のねじ巻きシティ冒険記に登場する、前科100犯の凶暴な脱獄中、熊虎鬼五郎である。彼は大泥棒助も顔負けの前科100犯、わかっているだけでも罪状は多く、消防署からはしごをかっぱってきたり、過去には喧嘩や強盗なども行った模様。脱獄の際、監視から奪ったのか、警察官と激しく打ち合ったり、のび家に住居不法侵入を犯したり、作中ではさらに罪を重ねており、その中でも非道だったのが、子供を宇宙ステーションごと爆破しようとしたり、隠れ家にするため、ねじ巻きシティを制圧したり、森に火を放って森林火災を起こしたり、子供を銃で、本気で、そうとしたり、銃刀法違反、住居侵入罪、傷害罪、
窃盗罪、殺人未遂罪、強盗罪、放火罪、器物損壊罪、逃走罪、これまでの悪人たちが可愛く見えるほど、前科100犯も納得の超悪人だったのだ。映画でも残虐非道な人間だったからね。最後はほくろさんの人格が上書きされてよかったよ。うむ、大長編にある意味ふさわしい悪人だったからな。最後はハッピーエンドで終わってよかったよ。というわけで箸休めはこれまで、これで名のある犯罪者の紹介を終えるぜ。ここからは、車での違反者、犯罪者、さらに重い罪、重罪を犯した悪人、最後におまけといきたいが、少し長くなりそうなので今回は一旦ここまで。次回はさらに恐ろしい悪人が登場するんだね。うむ、良い子のみんなは震えて待つがいいぜ。というわけで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。